テムが賑やか。おはぴよ、どうもひなぴよと。どうもノリです。今日は恋愛漫画ですっていうゲームやろうと思います。これはどういうゲームなの？わかんない。なんかね、バカゲーで検索したら出てきたから、まあそういう系のゲームなんだと思うんだけど、デスだからデスゲームなのかな。ね、どうなんだろう。でも5分10分、まあ、15分とかでできるって書いてあったから、こうサクサクやっていこうかなと思うので、早速始めていきましょう。すごいね、BGM がね。ね、結構うるせえね。褒めてるよ。いい意味でね。初めから。はい、お。俺の名前は村根蓮。清掃南学園の高校1年16歳。はい。俺は彼女ができたことがないが、入学して、すぐ一目惚れした子がいた。それが同じクラスの森山愛。愛ちゃんだ。それで最近飼った黒猫の名前も愛にしてる。なんか重いな。重いな。重いぞ。あ、なんだっけ、村根蓮か、うん。じゃあ学校行ってくるよ、愛。やー。信号が赤になりそうだ。おお。走って渡る、渡らずに、次青になるのを待つ。どうする？いや、まあまだ青なんでしょ。うん、走って渡ってんじゃんすか。行きましょうか、突っ切ろうぜ。村田蓮、あ、村田じゃねえわ、村根蓮は車にひかれ、ミンチよりもひどい状態になり死亡した。村根蓮は森山愛と付き合うことはできなかった。ゲームオーバー。おいおい。こんな感じ、こういう感じで進んだ、選択肢まで進むがあるから。待って、あれどうすんの。初めから押さないといけないかな。いいか、初めからで、はい、はいはい、にゃー。じゃあ渡らずに、うん、次は青になるの待つ。お、着いた。我が清楚南学園、通称西南学園に、てん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 。あ、やはりな。自分の席に着きながら村根蓮は思う。見ての通り純粋で清楚な子など現代の学生にはいない。今日も教室で平気にみだらな行為をしたり、化粧したり、ツイッター、LINE、インスタとかでスマホをいじり続けたり、才能も本気でもないのに、才能も本気でもないのに、芸能人気取りして YouTuber を目指す低能ばかりが増えた。だが、おい、学校にどんな格好してきてんだ。そう。スマホを噛んじゃった。そう、スマホを一切持たず、すっぴんで清楚な愛ちゃんを覗いて。でも俺は愛ちゃんに一言も話しかけられずにいる。どうしたら話せるようになるのだろう。おー、選択肢多いな。何もせずじっとしてる。携帯アドレスを開く。あ、聞くだった。うん、文通するため住所を教える。勢いで話しかけてみる。どうしよう、上から順番に見てみる。オッケー。誰だよ。誰レンだったっけ、これク、え、誰ク、あ、そう、ヨーレン。ヨーレン、元気か。誰だよ。こいつは唯一の友達、空城あさみ。その様子だと彼女作りたいけどどうしたらいいかわからないって感じだな。誰だよ。恋は幼馴染の佐々木さくらがいいんじゃねえか。佐々木さくら。おー、一瞬。佐々木さくらは3次元は苦手で、2次元好きなオタクだが、YouTube 見て楽しんでるらしいぜ。俺はレンとはお似合いだと思うが、どうよ。ほう。うるせえよ、出ろ、バン。バン。あ、あ。びっくり。空城、あさみはどこかへ去る。電車は規則的な小さ、ん、規則的な小さく揺れをしながら運行する。日本語がおかしいぞ。誰だよ。誰、あ、お前は。ガタンと電車が大きく揺れる。いやー、時間、この人私のお尻触った。小林美希。え、俺は触ってなんか、ただ揺れただけだ。何触ってんだてめえ。あさみってか何言って。村根蓮は痴漢扱いされ捕まったので、村根蓮は森山愛と付き合うことはできなかった。
の音を読む。あー、なるほど、あのセーブしてなかったから、ね、セーブができるんだ。待って、もう一回。ほら選択肢まで進めるのかな。この子と付き合えたらクリアなの。なるほどね。でセーブ、セーブしてリンゴの名前、うん、はい。じゃあ、うん、携帯あ、うん、どうしよう。とりあえず携帯アドレス聞くか、うん、お、あ、村根くんごめん、私携帯持ってないんだ。かわいい。あ、そうだった、やべ。蓮こそ謝り、そそくさと自分の席に戻る。よー蓮、元気か。おう、こいつは唯一の友達、空城あさみ。どうしてもこいつは出てくるんだね。その様子だと彼女作りたいけどどうしたらいいかわからないって感じだな。蓮は幼馴染の佐々木さくらがいいんじゃねえか。あいつ誰なの。一瞬しか映らん。佐々木さくらは三次元は苦手で二次元好きなオタクだが YouTube 見て楽しんでるらしいぜ。俺はレンとはお似合いだと思うがどうよ。おう、あんな低能は嫌だ。俺は愛ちゃんがいい、うん、ああ確かにさくらもいいかもな。それやってみる。ああ確かにさくらもいいかもな。おし、じゃあ佐々木に当たって砕けろだ。待ってろ、呼んでくれ。おい待てよ、アサミ。モラネ、なんか久しぶりにオレシと話すね。何かよ、オレシって一人称オレシだよ。オレシかよ、やば。ピンクマスクだ。ピンクマスクにこれチェリーの柄だね。どんなファッションで学校来てんの。あ、中学以来だな、さくらと話すのは。要はお前みたいな程度とは二度と関わりたくない。ちょっと久々に漫画やアニメの話でもしね。あのさ、さくらの家に行ってもいい？あさみー！あさみー！どうしよう、これめっちゃいろいろ選択肢あるね。そうだね、すごいね、うん、あさみー！あさみー！どうだあれ。すぐに駆けつけるんだね。佐々木と話したか。まあ付き合えるのを俺は願うぜ。それより見てくれよ、小林ミキ。多分さっきのあの痴漢の人でしょ。痴漢の人じゃねえわ。なんで一瞬しか映ってんだよ。あいつはレンタル彼女でナンバーワンなんだぜ。そんなミキと俺は付き合ってる。すげえだろ、付き合ってんのかよ。それレンタルじゃなくて。うん。おお、知るかて。さっきと同じ展開かな。ねえ、なんかちょっと頑張ってさ、うんうん、あのトゥルーエンドっつうか、うんうん、ちゃんとエンディング目指してみようか、うんうん、え、どうしよう。確かに可愛いな、クールな感じがいい、うん、教室でタバコ吸うのはちょっと、うん、軽そうな女だな、知るか低能、バン。タバコ吸ってんの教室で、どうしよう、どうする。なんかさ、うん、悪口を言うのもさ、うん、なんとてめえってなるかもしれないけど、うんうん、可愛いなって言ったらさ、うん、てめえふざけんな、とんなよみたいな。あ、ちょっとこうタバコ吸うのはちょっと注意する感じ。そうそうそう、うん、まあいいじゃねえか、それもミキの魅力さ。おお、怒らせなかったね。お、はあ、リアルな写真。アイちゃんと付き合えるんだろう。急にリアルな写真やめて。突然トイレ、これ写真？写真、写真か、うん、トイレの個室でその時隣のトイレから喘ぎ声が。九条様、気持ちいい。九条様。俺も最高だぜミキ。ドリちゃん一人で何やってんの。ちょっとちょっとね、恥ずかしいよこれ。アサミ何やってんだ、ここ高校の男子トイレだぞ。おえー、気分悪いの相対する。アサミのトイレに行く。よ行くか、行ってみようか。アサミともう字化けしてる。文字化けしてる。おう、レンじゃねえか、どうした。私たちは一緒に村にも、うん、村根レンは純真な心はなくなり、村根レンは森山愛と付き合うことはできなかった。おい下ネタ下ネタ、本当だよ。あ、待って、セーブところどころやんなきゃいけないな。まあいいか。どこやったっけ、
じっとしてるにしたかな。うん、とりあえずこことここやったから文通するために住所教えてみる。アイちゃん、あのさ、村根くんどうしたの？住所ここに書いとくからさ、気が向いたら手紙送ってもらえないかな。村根くん、ドキドキ。お翌日、うん、お、アイちゃんから手紙来た。じっくり読む、ざっと読む、読まない、なんでやねん。そう、じっくり読むんじゃないかな。ね、とりあえずセーブしようか。うんうん、OK、よし、じっくり読もう。うん、ん、よく見たらこれアイちゃんの字じゃない。一体誰の、うん、さらに翌日、アイちゃんから手紙が来る。え、何、怖い。村根くん、住所教えてくれて、あ、教えて、あ、教えてくれない。いろいろガバガバ。ありがとうございます。文通なんてしてくれる男の子は初めてなので、とても嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。お返事待ってます。あらー。わ、愛ちゃんから手が、あ、返事、返事？返事？返事なんだ。うん。まあいいや。やっほーい。さて、なんて返事しよう。手紙だろうな、これ。うん。ガバガバすぎる。手紙書くのはじっくり考えて明日にしよう。世界で一番美人ですよね。黒猫飼ってることを伝える。どうしていつも変な格好をしてるんですか。おい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 、本音を出すんではないここで。泣いちゃうよね、うん、で黒猫も多分愛って名前なんですって言って、重って思う。世界で一番美人ですよね。あ、あ、うん、じっくり考えるか。明日にしようか。 OK。 お、お、この流れ、この流れ見たことあるよね。よーれん、元気か。ねえねえ、ちょっと飛ばそう。あ、ここで、うん、あんな程度は嫌だ、俺は愛ちゃんがいい、うん、じゃあ森山になんかしろよ。それもそうだな。おお、あ、戻った。おー、じゃあ勢いで話しかけてみる、うん、あのさ愛ちゃん、あの、性能ってどう思う？なんでそれを聞くの？あ、森山愛にビンタされる。村根蓮は森山愛と付き合うことができなかった。ねえ、なんで？ねえ、ちょっと会話の振り方下手かよ。おいおいおい。じゃあ明日にしちゃいけないんだ、うん、美人ですね、うん、世界で一番美人ですよね、うん、よし、ポストに入れるぞ。あれ、ポストどこだっけ？左、直進、上、上、下、下、左、右、右、左、B、A。 何それ、一歩も進んでないですね。選びたくなる。選んでみようよ、ちょっと最初。一応セーブしよう、うん、だって戻ってくるのめんどくさいもんね、うん、はい。その時、村根は突然通り魔に包丁を刺され、ミンチよりもひどい状態になって死ぬ。付き合うことはできなかった。ひどい、ひどい。死に方がひどすぎるよ。雑なんだよな、うん、直進、あ、直進、うん、おいおいおい、同じじゃん。通り魔に刺された。あ、じゃあ、じゃあさ、うん、左、左、あれ、あ、ダメなんだ。このルートがダメなのか。なるほどね、うんうん、オッケー。じゃあ、うん、一応黒猫を飼っていることを伝える、うん、おそれから俺は愛ちゃんとは学校では一切会話しないが、文通のみで連絡を取り合うようになった。さくらと比べ愛ちゃんは女神だよな。友達のために無理やりスマホを持つ低能な考えなんてしない。あさみは昭和をバカにしていたが、昭和の女性のがずっといいに決まってる。それが高校生でいるなんて、やっぱ日本一だよ愛ちゃんは。言ってろ、レンジャー、そもそも森山とは付き合えねえよ。やっぱり浅見は知らないようだ。今俺は愛ちゃんと文通するほどの関係だってことに。ドキドキドキ、かわいい。これは、このさくらちゃんはどういう立ち位置なの？ね、なんか1通目のやつがさ、さくらちゃん送ってきたとか、うん、お昼休憩、やべ、トイレ行きたくなってきた、どうしよう。なんか嫌な予感すんな。嫌な予感すんな。セーブセーブ、うん、トイレに行けば宇宙だって救える。我慢してトイレに行かず次の授業を待機する、うん、お腹は痛いがリンゴが食べたくなったのでもう帰る。もう帰る。どういうこと？むずー選択肢。何それ。トイレに行けば宇宙だって救える、うん、
どうしたら会えちゃった。あ、これは知っているぞ。うん。はははは。巨人、巨人、巨人。はははは。うん。おえー、気分悪いな、早退する。早退する。はあ、気分悪い。ちょっとベッドで横になろう。次の日、高熱に出ない、学校休む。ピンポーン。うるさいな、誰だよ、こんな時に。おお、愛ちゃん。高熱と聞いて、私、村根くんを看病しに来ました。マジか、幸せだな。しかしこれは夢だった。おお、夢落ち。愛ちゃんは不幸にも交通事故によりミッチよりも悪い状態となり死亡。愛ちゃん、付き合うことはできなかった。おい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 、なんだと、なんだと。どっからやればいいんだろう、ここ。いい展開かなって思ったのにね。トイレ、トイレ。我慢してトイレに行かず次の授業を待機する、うん、これ絶対漏らすでしょ。教室だよ。おい、教室で通り魔に刺された、適当すぎる。トイレ行っても、うん、多分あれ、リンゴが食べたくなったのでもう帰ろう、うん、おおお、アイちゃんから返事来た。アイちゃん、アイちゃん、アイちゃん。あのね、実は私もね、白猫を飼ってるの。それも私の白猫の名前レンって言ってね、レン君を意識して名付けた名前なの。やばいじゃん。マジ、それって運命。おお、あ、いいんじゃない、ね、うん、いいんじゃない。なんか上書き、この辺上書きしていいんじゃない、うん、4ね、4が大事ね、うん、よし、明日告白しよう。愛ちゃんの家に行こう。運命だね、と返事する。あえて返事をしないでおく。うん、なんか家に行ったらさ、うん、事故合いそう。確かに。どうだろう。でも明日だと後回しにしてまた事故減りそう、うんうん、あえて返事をしない。運命だね、うんうん、よし、書いた。あ、出た。これは終わった、うん、あ、バイバイ、バイバイ。運命だねはダメなんだ。うん、じゃあ家行行くか。数時間後、決心しそこへ向かうことにした。お、愛ちゃんの家はここか。同じなんだけど。うん、レン君の家と同じなんだけど。ピーピーポーン。勢いいいピンポンの音だな。どなたですか。1年 B 組の村根レンです。愛さんはいらっしゃいますか。泣いてる。そして彼女は出てくる。なんで泣いてんの。レン君、ごめんなさい。こんな夜遅くに人の家に行く非常識な人とは縁切れとパパに言われちゃったの。ごめんね。ああ縁を。おお、付き合うことはできなかった。むずいなこれ。そっか、お嬢様家庭なんだ。あえて返事をしないでおく、いや、どっちだろう。よし、一旦そっとしておこう。この気持ちを堪能しておきたい。お、次の日。あ、レン、なんか佐々木が森山とお前がくっつくのすげえ嫌がっててさ。おお、それで俺森山とも付き合うことにしたわ。え、だからレンは佐々木と付き合うことにしろよ。というか家に行け。ええ、俺氏の家。あ、久々に一緒に俺氏の部屋でアニメ見ようか。おー、いいな、それ楽しみ。おい、ええ、うわ、綺麗。ここがさくらの部屋か。すっかり女の子の部屋になったな。じゃあアニメでも見よっか。うん。やっぱこのアニメ最高。俺たち気が合うな。実は今彼女が欲しくて。よかったらさくら、俺と付き合わない。最低。いいよ。キスをする。一方その頃、森山愛は屋上から飛び降り自殺する。おい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 、えぐいぞ。結構えぐいね。余ってセーブし忘れた。で、あれだ、一応よし、明日告白しようと。愛ちゃんのことが死ぬほど好きです。なので僕でよかったら付き合ってください。死ぬまで愛ちゃんを愛します。うん、こちらこそ。死ぬまで私のことよろしくお願いします。なんなのこの展開。森山が村根と付き合うとかざけんなし。
この後佐々木さくらは森山愛の血を猫を殺し自殺しないと全国に村根と森山の住所を晒すと脅され、森山は学校の屋上から飛び降りる。一番最悪だねえか。森山愛が付き合っても森山愛は死んでしまった。ああどうやればいいんだこれは。ハッピーエンドだからデスなんだ。めっちゃ死ぬんだ。あどっからやり直せばいいんだろう、うん、こっちは何だったっけ、うん、なるほどね、うん、ロードしよう、うん、じゃあ4じゃ全部ダメだったから、うん、あ変な格好、うん、次の日、あれ愛ちゃん来てない、どうしたんだろう。なんだれ、知らないのか。睡眠薬を大量に飲んで死んだらしいぞ。なんだって、まさか俺のせいぜ、そんな。おいおいおい、病んじゃったよ。これ全部やったか。やったかな。黒猫飼ってること伝えたら、あの白猫飼ってるって感じだったし。そうだよね、うん、オッケー、うん、じゃあもうちょっと戻るか、うん、ざっと読む、うん、ちょっと手紙じっくり読むにしたけど、ざっと読むにしてみようか。村根くんへ、ごめん、俺し好きな人がいるの、だからもう返事しないでください、さよなら。さくら、さくらちゃんじゃん。なんで手紙にまで俺しって書くんやん、ね、いや気づけよ、気づけよ。気づけよ村根、間抜けすぎる、うん、でこれで読まない、読まない。あ、愛ちゃんから手紙が来る。あーなんか一緒だね。うんうんうん、うん、待ってますで、あー一緒だ。これじゃでもダメなんだよね、うんうんうん、ああ確かにさくらもいいかもなってやったっけ。やったかな。あ、やってないか。やった、うん、やっ、あそうだ、やったやった。なんか選択肢あったっけ、この後どうだったっけ。あー、うん、あーこれだ。どれをやったっけな。あさみーって呼んだで、すぐ来たんか、うん、から、うん、じゃあ下から順番に行く。あのさ、あでもさくらの家多分そうだよね、うん、同じだよね、キスして終わるよ、うん、多分、うん、ちょっと久々にかな。だから一緒の展開になるかな。お前みたいな低能とは二度と関わりたくない。やってみる。低能、高校からさくらスマホ使い始めて、ネットばかりしたり好きなキャラに殺されたいとか頭おかしいこと言い出したろ。さくらみたいな不女子とか吐き気がするんだよ。ちょっと村ね、じゃあ俺し死んだ方がいい。おーおー、いいねいいね、ま、死んでほしい。やめろ。おー、うん、おー、どうしよう、死んでほしい。うん、そっか、わかった、俺し死ぬ。そんな度胸さくらにないのも知ってる。どうだった佐々木とは。別に。あ次の日の夜、さくらの家は火事になり、燃えろ燃えろ燃えろ、俺しの全てを焼き尽くせマジマンジさくらさくらさくら、この声は村根、まさかそんな、そんなわけ。さくら、そこから飛び降りろ、俺が受け止めてやるから、今のうちに飛び降りるんだ。佐々木さくらは2階の窓から飛び降りるが、村根蓮はうまくキャッチできず、佐々木さくらは死ぬ。かっこ悪い、かっこ悪い。そして佐々木さくらが森山愛の白猫を殺していたことが発覚し、森山愛は精神的に耐えられなくなり家を引っ越す。ああ付き合うことはできなかった。おい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 、えぐいえぐいえぐい、えぐいね。あれ4、さくらちゃんえぐいぞね。やんで、スマホやめろ、スマホやめろ。俺氏がスマホをやめる、なんで。お前がスマホをやるまでは仲良くしてたしな、あまりいい気持ちはしないからよ。村根は俺氏がスマホをやめれば俺氏のことを好きになる。好きになるか、低能だったらなんかね、低能ってなりそう、うん、ね、また同じだよね、うん、好きになる、好きになる。俺、あ俺氏を、じゃあ俺氏スマホやめる、スマホやめて村根と付き合う。ああそういうことか、なるほど、
マホやめろ。ああ。で、うん、好きになる、好きになるかてのえ、あ、なんか違う。うん、俺は愛ちゃんが好きなんだ。他の女を好きになったりしない。愛ちゃんと付き合うために生まれてきたんだと思ってる。うん、もう村根がそこまで、そんな。今日俺愛ちゃんに告白してみる。うん、待って、ケツアゴじゃね？ケツアゴ、どこに隠してたんだそのアゴは。ピンクマスクの下よ。ケツアゴだった。あ、そうか、マスクしてたよ。そうそうそう。うん、おい、そこアップにすんな。悪意あるぞ。あ、うん、愛ちゃんか、うん、え、お前さえいなければ、お前さえ知れば。今回めっちゃドリちゃん喋ってる、頑張って。佐々木桜は怒り、怒りは良かったで、次刺し殺される。おい、やべえ、桜ちゃんやばいわ、サイコパスだよ。どうしたらよかったんだろう。死ぬな、死ぬな、友達だろ。お、友達、村根、ありがとう。俺しずっと村根にもう嫌われてると思ってたから、俺しスマホやめる、ま、俺し村根の恋愛を応援する。おお、やった。 BGM 的にもいいんじゃないね。さくら、分かってくれて、こちらこそありがとう。よし、セーブだ。で、よし、明日愛ちゃんに告白しよう。愛ちゃんの家に行こう。あさみー、あさみー。いや、よし、いや、あれ、とりあえず愛ちゃんに告白するか。うんうん、お、すごい。さて、どこで告白すべきか。待って、セーブセーブセーブ。新しいとこに6、うん、多いな。ね、教室、公園、警察署、家、水族館、動物園、学校の屋上、廊下、ラブホテル、ポストの前、トガシハウス、リンゴのジャンププラス、リンゴのジャンププラス、男子トイレの個室、職員室。男子トイレの個室。よし、教室だな、まず。突然めまいがし、辺りは真っ暗になる。どうやら今までの出来事は全部夢だったようだ。うん、え？え？おい！なんで？最初に戻っちゃった。ね、ちょっと待って、ロードして。うん、まさか全部そのパターンとかないよね。あ、ちょっと嫌な予感すんね。嫌だな。おい、おいおいおい、うん、全部試していくな、うん、あ、これやばいんじゃないか、うん、よーい、ドン、うん、どこまでやったっけ。家かな、次家。これ絶対ダメだね。ダメなんだ、うん、ちょっととりあえず全部試してみるわ、うんうん。結構いい BGM だね。うん、おお、学校の屋上。学校の屋上。愛ちゃんのことが死ぬほど好きです。なので僕でよかったら付き合ってください。死ぬまで愛ちゃんを愛します。BGM いいぞ。あ、こちらこそ。死ぬまで私のことよろしくお願いします。おお、おめでとう。おめでとう。おめでとう。今日は、今回私喋んの？学校中が祝福の拍手する。学校中 CV 撮りだよ。俺は、私は、この時のために生まれてきた。おお、やった。長い。あ、お、村根蓮は森山愛と無事付き合うことができた。いいね。勘。おお。おお。あ、おお。うずせえ。ですですって言ってたんだ、これ。これのカラオケ配信はまだでしょうか。ジョイサウンドに。面白いこれ。おお。誰、左のやつ、なんか出てくるのかな、どうなんだろう。フルフルだ。
絵が雑すぎる手相が雑すぎるぞおい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 おー小作りっつってたぞ今おいおいおいこれ他の選択肢もっと見てみたいね。ね、うん、誰だか分かんないキャラクターいっぱい出てくる。告白する場所とかまだ下の方見れてないからさ、ね、なんかまた会うかもしれない。おい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 、猫ちゃん、これちゃんと音取れてるかな、なんかプツプツしちゃうんだけど。うん、ゲームの元の音があれなんかなかな、うん、ちょっと感動的にすんだ、ちょっとちゃんと作ったらなんかすごいいい感じの映像になりそうな感じがする。足消えてたけど、おおおキッスキッスキッス、おお入籍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 、あもうでしょ、おいおお殺すな殺すな、おおおお打ちまくってんぞ。ね、レン君、レン君、レン君、気を確かに。何なんだなそれ。お、お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 お、楽しかった。面白い。でもちょっともうちょっとね。ね、もうちょっとやりたいね。うん、ただ面白いとこなかったらカットするけど。うん。もしなんか面白さのとこあったらパート2に残りのやつやろうかな。オッケー、結構長く撮ったね、うん、そうそう結構楽しかったということで、おーおー、うん、はい、同名の漫画が存在する、へえ、あー見てみる、うんうんうん、ということで、じゃあもしなんかあったらね、うんうん、とりあえずここで一旦終わりましょう、うん、お疲れ様でした。お疲れでした。じゃあね。はい、いや面白いね。面白い。